はいどうも、北谷カンフージェネレーションです。このチャンネルは古今東西の様々なバンド、アーティスト、ミュージシャンについてあくまでざっくりご紹介している音楽解説 YouTube チャンネルでございます。今よりもっと音楽を楽しめるように様々な情報を発信しております。というわけで本日の動画はコーネリアス・ファンタズマ徹底解説でございます。よろしくお願いします。皆様、このコーネリアスのファンタズマというアルバム、聞いたことありますでしょうか？このアルバムはですね、まあ、90年代のロックの最高傑作の一つと言われておりまして、まあ、俗に言う名盤というものですよね。まあ、僕のチャンネルではですね、最近ね、まあ、月に1回こういう名盤と呼ばれているアルバムの解説をしておりまして、まあ、例えば過去には、大竹一さんのロングバケーション、YMO のソリッドステートサバイバーとかですね、まあ、サディスティックミカバンドの黒船なんかを取り上げてきたわけなんですけども、今回はコーネリアスさんのファンタズマでございます。まあ、過去を取り上げた3作品は結構昔のね、ロック黎明期みたいな頃のアルバムなんですけども、このファンタズマはですね90年代のアルバムなんですよね。まあ、なので90年代を代表するロックのアルバムと言われてるんですけども、それだけじゃなくてね、日本のロックを代表する一枚とも言われておりまして、まあ、ロックが好きな方、ね、僕のチャンネルの視聴者の方多いと思いますので、このファンタズマというアルバムがですね、まあ、いかにすごいアルバムなのかとかですね、まあ、いかに聴くべきアルバムなのかみたいなところも含めて、今回はね、喋っていきたいなぁなんて思っておりますので、まあ、このアルバム好きな方もちろんなんですけど、聞いたことなかったですという方もですね、ぜひ最後まで見ていただきまして、このアルバムを聴く一つのきっかけになればいいなぁなんて思っております。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけでまずはざっくり概要を喋っていきたいと思います。このファンタズマというアルバムはですね、1997年の8月6日に発売されたアルバムなんですよね。まあ、なので今から26年前のアルバムということで、結構昔だなぁなんて感じますけども、まあこの97年のホーロックといえばですね、まあ、くるりとかスーパーカーとかナンバーガールとかがねデビューしまして、まあ花の97年組みたいなね、97年デビューの3組とよく言われることがあるんですけども、まあ、そんなねホーロックにとってもすごい重要な年だった年に発売されたアルバムでございます。まあコーネリアスこと小山田圭吾さんのサードアルバムということで、まあ1枚目と2枚目は結構渋谷系のねムーブメントというか色を引きずってたような特色のあるアルバムだったんですけど、このサードアルバムは結構打って変わっていろんな音がガチャガチャとなってるというか、おもちゃ箱をひっくり返したような結構賑やかなアルバムなんですよね。まあ、なのでロックとかラウンジとか、まあ、エレクトロとかいったらいろんなジャンルを飲み込んだようなアルバムなんですよね。まあ、いろんな音が鳴っててすごく聞いてて楽しくてですね、26年前のアルバムとは言ったんですけど、全く古さを感じないアルバムなんですよね。まあ、今のアーティストで例えるならね、まあ、初期の米津玄師さんのアルバムとか結構近いものを僕は感じましたけれども、まあ、そんなね、全く古さを感じないアルバムではあるんですけども、まあ、このファンタズマ日本だけではなくてですね、世界21カ国でリリースされているんですよね。まあ、マタドールというところからリリースされておりまして、まあ、日本のアーティストでいうとね、他にはピチカート5とか、ギターウルフとかですね、まあ、いろんな日本のアーティストもここのねマタドールというレベルから、まあ、世界各地に今発売してるわけなんですけども、まあ、このファンタズマがね世界で発売されたことがきっかけで、コーネリアスさんにねリミックスの依頼がすごい増えたらしいんですよね。まあ、代表的なところ、まあ、有名どころのアーティストで言うとブラーのデーモン・アルバーンさんもねこのアルバム絶賛しておりまして、まあ、それきっかけでブラーの曲をコーネリアスさんがねリミックスしたなんてこともありますけども、それぐらいもう世界的に知られているアルバムなんですよね。まあ、なのでさっきも言いましたけども、日本のロック史に残る大傑作なんて言われたりだとか、革命
性的ポップレコードなんて言われたりするぐらいですね、すごくめちゃくちゃ高く評価されてるアルバムでございます。まあ、このアルバム97年に出てるんですけど、2016年に再発されておりまして、まあ、その時にね、海外のメディアのピッチフォークではですね 8.8 点というね、まあ、高得点をまあレビューでつけられておりまして、日本のみならず世界でもめちゃくちゃ高く評価されているアルバムでございます。今日はそんな90年代が生んだ日本のロックの大名盤ファンタズマについて解説していきたいと思います。はい、では続いてですね、ファンタズマの詳しい解説に入る前にコーネリアスさんについてね、解説していきたいと思います。まあ、このコーネリアスこと小山田圭吾さんはですね、1969年の1月27日生まれ、現在54歳の方なんですよね。まあ、1989年にフリッパーズギターでバンドでデビューしてまして、まあ、いわゆる渋谷系を代表するアーティストになったわけなんですよね。まあ、この渋谷系がね、そもそもどういったものだったのかについては別の動画で詳しく解説してますので、まあ、合わせてそっちもね、ぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、そんなフリッパーズギターでバンドやってまして、そのバンドが解散した後ですね、93年にソロデビューしたわけなんですよね。その時に今コーネリアスという名義にして活動開始したわけなんですけども、その後2016年からはですね、メタファイブっていうバンドでもねデビューしたわけなんですよね。まあ、このバンドが結構いわゆるスーパーバンドと言われてまして、高橋幸宏さんとかレオ今井さんとか、そういうね、まあ、名だたるスーパーミュージシャンが、やってるバンドなんですけども、そういうメタファイブとしても活動しているわけなんですよね。で、そんなコーネリアスさんの音楽性なんですけども、その特徴としてね、結構サンプリングを対応したりだとか、まあ、テルミっていう世界初のね電子楽器を使っていたりだとか、多重録音をね、よくやったりだとかしてですね、基本的にはいろんな音が鳴っててすごく賑やかな音楽をやっている方なんですよね。まあ、サンプリングとかっていうのは結構ヒップホップ的な手法であったりするんですけど、まあ、ヒップホップが日本で根付く前からね、まあ、90年代の頃からそういうヒップホップ的な手法、サンプリングって手法を取り入れたりだとか、電子音楽がまだ世の中に浸透する前からテルミンっていう世界で最初の電子楽器を使用したりだとか、かなりそう時代を先取るような音楽をやっていた方なんですよね。で、さっきも言いましたけれども、このコーネリアスさんね、海外ですごい評価されてる方なんですよね。まあ、1999年にアメリカのバンドのフレーミングリップスとアメリカのツアーをやったりだとか、2002年にはフランスのバンドのエアーとねヨーロッパツアーやったりだとかですね。で、2008年にはですね、映像作品集のセンスラウンドプラス B サイズっていうものが、まあ、第51回のグラミー賞のですね、最優秀サラウンドサウンドアルバム賞にノミネートされまして、まあ、受賞には至らなかったんですが、ノミネートされるだけでもめちゃくちゃすごいですからね、グラミー賞ってね。そういう世界の賞、グラミー賞にノミネートされたという実績もあるということで、まあ、世界中にファンがいて、さらにまあ正式なというかグラミー賞でしっかり音楽的にも評価されているというですね、方なんですよね。で、じゃあ日本ではそんなに評価されてないのかというと、全然そんなことはなくてですね、例えば NHK のデザインあのね音楽を担当したりだとか、ドラマの茶道のねオープニングサウナ好きすぎっていうのを担当したりとかしていたので、結構テレビからそういうコーネリアスさんの音楽を聴く機会っていうのめちゃくちゃ多かったわけなんですよね。で、2022年にはですね、フジロックのホワイトステージのヘッドライナーを務めているということで、まあ、メディアのね音楽の仕事もしていたし、フェスでヘッドライナー大トリを取るというぐらい国内でもしっかりめちゃくちゃ評価されている方なんですよね。なんですけど、このデザインアートとかね、茶道の音楽ってね、今もう担当していないというか中止になってしまったというかね、担当下ろされてしまったわけなんですけど、その原因となった出来事がですね、まあ、過去のいじめ問題なんですよね。まあ、このコーネリアスさんね、東京オリンピックとかパラリンピックの開会式の作曲の担当する一人に選ばれていたんですけども、その選ばれた時にね、まあ、過去のインタビュー記事とかが問題視されてしまったんですよね。そのインタビューの中で結構いじめをね、自分はこういういじめをやってましたみたいな、ちょっと武勇伝みたいな感じで、うん、それと自慢話みたいな感じで、ちょっと笑い話みたいな感じで、結構ひどい内容のいじめをねしてたわけなんですよ。
まあ、今だったらねそういう、まあ、インタビューがあったとしても載せるってことはないと思うんですけど、結構時代的にそういうのを緩かったというか、コンプラが緩かった時代なのか分かんないですけど、その内容が結構そのまんま載ってて、で結構その雑誌の人たちとかも笑いながらというか、ちょっと冗談めいた感じでそのいじめの話をねしちゃってたということで、これかなり問題視されまして、やっぱりオリンピックっていうのはそういうの結構ねかなり厳しいですから、そういうのが非難がね殺到して、批判が殺到して、その開会式の作曲担当から辞任するというところまでね、問題が大きくなったわけなんですよね。でこの問題がきっかけで、この小山田さん、まあ、コーネリアスさんをね知ったという方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。かなりワイドショーとかでもね取り上げられてましたけれども、まあ、その問題のあと2022年5月ですね、過去の自分の未熟さを猛省するというようなままコメントを出しまして、まあ、活動を再開して今に至ってるわけなんですよね。で、まあ、このいじめの問題がねやっぱりこうかなりまだまだ記憶に新しい方多いと思うんですけど、まあいじめってねやっぱり絶対あってはならないというか、決していいことではないと僕はねやっぱ思うんですけど、こうしてやっぱりしっかり反省できる人であるっていうのは一個ね、まあいいところなのかななんてのは思います。まあいろんなねこう音楽に関する問題最近でもたくさんありますけど、音楽にやっぱり罪はないというか、音楽はめちゃくちゃいいと評価されるべきものだと思ってますので、こういう、まあ、過去のいじめの問題はやっぱり肯定は絶対できないんですけど、このコーネリアスさんがねこのファンタズマっていうめちゃくちゃ素晴らしいアルバム、歴史に残るようなアルバムを作った素晴らしい音楽家であるというところはやっぱり変わらないのかななんて思いますので、まあ、そういうところも踏まえてね、詳しくこのファンタズマというアルバムがどういうアルバムなのかという話をしていきたいと思います。はい、ではそんなね、コーネリアスさんのファンタズマがどういうアルバムなのか、まあ、各楽曲について喋っていきたいと思います。まあ1曲ずつ見ていきたいんですけど、まあ簡単に全体のねどんなアルバムなのかという話を最初にしたいんですけど、まあ一般的なアルバムってどういう風に作られるかというとね、まあ結構そのアーティストによってバラバラだと思うんですけど、基本的にはねそのできた曲をバーって並べ替えて、まあ、順番をもうこの順番がいいかなみたいな風に考えて1枚のアルバムにするっていうパターンが多いと思うんですけど、このファンタズマってアルバムは作り方が珍しくて、まず1曲目から順番に作っていたらしいんですよ。あんまりそういう作り方するアーティストいないですよね。なんかこうわーっていっぱい作って、じゃあその順番並べて、あこの間になんか1曲いるなとか、そういう風に作っていく人結構多いんじゃないかなと思うんですけど、頭から順番に作っていくっていうですね、ちょっと映画的な作り方っていうか、かなりそのコーネリアスさんの頭の中にもう完成像があったのかちょっとわかんないですけど、1曲目こう、じゃあ次はこうかな、次はこうかなみたいな風に作っていったアルバムなんですよね。なのでこのアルバムはですね、1曲目から順番に聴くべきアルバムなんですよ。1曲目から最後の曲まで順番通り聴くっていうのがこのアルバムのね、まあ、正しい聴き方なので、まあ、シャッフルで聴いたりとかね、好きな曲、お気に入りの曲だけちょっとピックアップして聴くみたいな聴き方ね最近結構多いと思うんですけど、このアルバムはですね頭から順番に聴いてほしいアルバムですね。それぐらいね一つの作品感が強いアルバムなんですけど、どういう音楽性なのかっていうと、さっきも言ったように結構賑やかなアルバムなんですよね。まあおもちゃ箱をひっくり返したようなかなりこうポップでキャッチーなアルバムではあるんですけど、それぐらいバラエティに富んだアルバムなんで、すごく聴き応えはあると思うんですよね。最近のアーティストで言うとね、初期の米津玄師さんのファーストアルバムのねジオラマとか、かなりこのアルバムに近いものを僕は感じたので、米津さんのジオラマ好きな人はねこのアルバムも結構ハマると思います。はい、ではそんなわけで1曲ずつ見ていきたいと思います。まず1曲目がマイクチェックっていう曲なんですよね。まあ、文字通りねマイクチェックする時のああマイクチェックみたいなあるじゃないですか。そういうねそれを曲にしちゃうっていうかなり面白い試みなんですけど、この曲はですねバイノーラル録音で撮られているわけなんですよね。まあその実際にそのイヤホンとかをすると本当に耳元で喋られてる歌われてるみたいな感覚に陥るぐらいね、すごい臨場感のある曲なんですよね。まあ、なのでこの、まあ、曲に限らずこのアルバムはですね絶対イヤホンかヘッドホンで聴いてください。はい、スピーカーで聴くのもいいかと思いますけど、このアルバムに関してはイヤホンとかヘッドホンで聴いた方がより一層楽しめるのかななんて
思います、まあ、その証拠にですね、このアルバムの初回版にねヘッドホンがねついてたらしいんですよ。それぐらい、まあ、ヘッドホンイヤホンして聴いてくださいねっていうのは推奨されてるアルバムなんで、ぜひぜひね聴くときはイヤホンつけて聴いていただきたいんですけども、まあ、今風に言うと ASMR 的な一曲ではあるんでね、結構その1曲目からいきなり実験的な曲だなぁなんて思うと思うんですけど、聴き応えのある面白い曲ですね。ぜひマイクチェックから聴いてほしいんですけど、で続いて2曲目がね、ザ・マイクロ・ディズニカル・ワールド・ツアーっていう曲なんですよね。まあこのタイトルにもある通り、結構ディズニーの映画音楽みたいな曲なんですよね。まあ、ディズニーって使えないんでディズニカルって言葉になっているんですけど、それぐらいちょっと幻想的なというか夢の国的なね、そういうちょっとこうハッピーな気持ちになるような、そういうファンタジックな一曲なんですよね。まあこの曲が、まあ、アルバム全体を象徴するような一曲なんて言われてまして、歌詞はないんですけど、まあ、パンパンパンみたいなパン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 みたいなことを言ってる曲なんで、結構ね耳に残ると思います。まあ個人的にはですね、僕が普段見てる YouTuber のおませちゃんブラザーズさんの動画の最後に流れてる BGM っぽいなと思ったんで、おませちゃんブラザーズ好きな人はねぜひ聴いてほしいんですけど、まあそんなファンタジーな曲の次はですね、3曲目ニューミュージックマシーンでございます。まあこの曲はね打って変わってかなりギターロックサウンドの曲なんですよね。まあなので一番とっつきやすい曲なんじゃないかななんて思います。まあ本当にギターロック好きな人にはおすすめの一曲なんですけど、かなり疾走感のあるねかっこいい曲でございます。まあこの曲はですね、実は小山田さんご自身でねドラム叩いてるらしくて、そうやって聞くとね結構ドラムうまいなというかすごいしっかりドラム叩けてるみたいな、そういった謎の上から目線になっちゃいましたけど、すごいねドラムもうまいなっていう感心しちゃうような一曲ですね。まあライブで聴くとねすごい盛り上がりそうな一曲なんですけども、そんな疾走感あるかっこいい曲の後がクラッシュでございます。まあクラッシュと聞くとね、同じ名前のクラッシュってバンドを思い浮かべる方結構多いかななんて思うんですけど、まあ歌詞の中にもね誰かに似てたミック・ジョーンズっていう歌詞がありまして、まあミック・ジョーンズがまさに、クラッシュのギタリストの方の名前なんですけど、で曲がクラッシュっぽいかっていうと全然そんなことはなくて、全然パンク感なくて、どっちかっていうとサイケロックっぽい感じがするんですよね。まあイントロからちょっとアコースティックな感じで静かに始まるわけなんですけど、サビで一気にわーってバンドサウンドになるっていうか、でその後一気にわーって静かになるみたいな、結構そういう静と動を味わえる一曲なんで、まあすごい動的なすごい激しいかっこいい曲だった3曲目から静と動の激しい4曲目に行くっていう、かなりちょっと揺さぶられるなっていう、まあ、3曲目は結構動的な感じがしたんで、4曲目は結構静と動がはっきりしている曲だななんて思います。コーネリアスさんの意図としてはですね、こう大きい音、一番大きい音と一番小さい音の差を大きくしたかったらしくて、結構そういう意識的に静と動っていうのを作られてたんだなっていうのは思いますね。でそんなクラッシュの次がですね、5曲目カウント5 or 6という曲でございます。まあ、この曲もねロックナンバーではあるんですけど、なかなか面白くて、まあ、イントロからね 1,2,3,4,5,6 っていう機械音声がずっと流れてるんですよ。言ったら6拍子の曲なんですよね。あんまり6拍子の曲ってあんまり普段ね皆さん聞かないと思いますけど、まあ、ザゼンボーイズが作りそうな感じはするんですけど、まあ、6拍子のすごいかっこいいロックナンバーでございます。まあ、ロックとは言ってるんですけど、そういう機械音声が結構あるのでテクノ感っていうかクラフトワーク感もねちょっと感じつつって感じなんですけど、まあ、この曲はですね、まあ、プロトゥールスっていうねパソコン上で作られた曲らしいんですよね。まあ、結構この時代になるとパソコン上でいろいろこう音をいじったりとかできる時代になってるんで、そういう最先端の感じっていうのを取り入れてるのもやっぱこのアルバム、そしてコーネリアスさんっぽいなって感じのは感じるんですけど、まあ、この曲もめちゃくちゃかっこいい曲なんでねぜひチェックしていただきたいんですけど、まあ、そんな5曲目の次は6曲目モンキーでございます。まあ、いわゆるインタールード的な、間に挟まってるような曲なんですけど、この曲元ネタがありまして、まあ、アニメ映画のね、ミスターマグーっていうののレコードが元ネタになってるんですよね。まあ、禁止のマグーともね放題つけられてますけども、そういうアニメ映画のレコードのからサンプリングされている曲で、まあ、この曲に近い音楽性のアーティストでいうとピチカート5なんかね結構近いものを感じましたね。なので結構
構このアルバムの中では渋谷系を感じる一曲なんですよね。まあ、なので渋谷系の音楽が好きな人はこのモンキーね、結構好きな曲なんじゃないかなと思います。で続いて7曲目がスターフルーツサーフライダーなんですよね。まあ、この曲なんですけど、もともとスターフルーツっていう曲とサーフライダーっていう、まあ、2つの曲だったらしいんですよね。で、もともとコーネルさんのアイデアではこの2つの曲を同時発売して、この2曲を同時に再生すると別の1曲になるっていうアイデアを実現させたかったらしいんですけど、ちょっとねレコード会社から却下されちゃったみたいなんで1つの曲になったっていうような経緯があるんですけど、まあ、なのでもともと2つの曲だったんで、すごいこの1曲は情報量が多いんですよね。レコーディングスタジオにある48って呼ばれてる48チャンネルある、まあ、レコーディングの機材があるんですけど、それをなんと2台使ってレコーディングしたらしいんですよね。なので 48×2 なんで96チャンネル使ってるんですよ。まあ、チャンネルって言い方がちょっとねピンとこない方結構多いかもわかんないですけども、わかりやすく言うとね96種類の音を使ってるんですよ。まあ、そう聞くとねいろんな音鳴ってるんだなっていうのをね思うと思うんで、ぜひイヤホンとかヘッドホンしてこの曲聴いていただくと、もういろんなたくさんの音がね鳴ってると思うんで、そういうね聴くたびに発見が楽しめるような一曲なんでね、この曲もねぜひ聴いていただきたいですね。はい、では続いて8曲目が、チャプター8シーショア&ホライゾンでございます。この曲はですね結構ビートルズっぽいアコースティックな一曲なんですよね。まあ、ここまでの曲を見てみると、まあ、結構ロックバンドっぽい曲が多かったりしたんですけど、まあ、この曲が打って変わってアコースティックな一曲なんですよね。まあ、ビートルズっぽいというか、まあ、60年代の UK ロックっぽいっていう感じがしますね。でこの曲面白いのがテンポの違い2曲を合体させるような曲なんですよ、ね、イントロとか A メロとかは、まあ、緩いテンポなんですけど、サビで結構テンポ変わるんですけど、サビ終わったらまた戻るみたいな、そういう1曲の中でテンポがもう全然変わるような曲なんで、まあ、アコースティックな曲ではあるんですけど、かなり実験性の高い1曲でもあるなぁなんて思います。で続いて9曲目がフリーフォールなんですよね。まあ、この曲が打って変わって結構ハードロックっぽい曲なんで、まあ、3曲目のねニューミュージックマシーンっぽいというか、速くてかっこいい疾走感のあるギターロックの曲だなぁなんて思うんですけども、まあ、アーティストで例えるとするなら、まあ、スーパーカーっぽいというかポリシックスっぽい感じもしますね。でこの曲がですね実は海外でリリースされたコーネルさんシングルの1作目らしいんですよね。でこのシングルリリースされた経緯が結構面白くて、勝手にねこのフリーフォールの時はシングルカットされて、この曲出しますみたいな、まあ、いわゆるサンプル版みたいなのがいきなりコーネルさんに送られてきたらしくて、なんか海外ってそういう感じなのみたいな、コーネルさんも当時ねあんまり海外に慣れてなくて、いきなりこれ出しますんだよみたいに言われて、ああそうっすかみたいな、結構びっくりしたみたいな風にねインタビューでおっしゃってましたけども、そういう海外でリリースされたコーネルさんの記念すべき1作目のねシングル曲なんで、まあ、海外の方も結構知ってる1曲ではあると思います。まあそんなフリーフォールの次がですね10曲目2010でございます。まあこの曲は結構ねこのアルバムの中でも面白い1曲なんじゃないかなと思います。まあ、元ネタで言うとねバッハの、フーガトタンチョ BWV578 っていうのをね、まあ、アレンジしたものなんですけど、まあ、電子音とドラムベースでアレンジしているものなんですよね。まあ、なので結構ゲーム音楽っぽいんですよ。まあ、具体的なアーティストで言うと、まあ、エイフェックスツインさんがね影響を受けているなんておっしゃってましたけれども、もともとバッハさんの曲なんですけど、そういう電子音楽とかドラムベースでアレンジするっていうところがかなり実験性高いなという感じはするんですけどね。ここまでギターロックっぽかったりアコースティックっぽい、どっちかっていうとまあバンドサウンドな曲が多かったんですけど、この曲だけ結構ゲーム音楽っぽい感じがするんで、この曲があることでこのファンタズマってアルバムがかなりバラエティに富んだ印象になってるなぁなんて気がするんですけど、でそんな2010の次がですね11曲目ゴトンリノーズでございます。この曲はかなり、ね、サンプリング色強くて、まあ、タイトルからねもうビーチボーイズから撮っていたりだとか、この曲の中のコーラスワークで言うとザ・ジーザス&メアリー・チェインのジャスト・ライク・ハニーのコーラスを入れたりだとか、まあ、タイトルから中身から結構サンプリングして作られてる一曲なんで、結構そういうのを知った上で聞くとね思わずにんまりしてしまうような一曲だと思うんですけど、個人的にこの曲聴いた時にびっくりしたのがですね、最初に
にね、もう蚊がプーンって飛んでるような音がね流れるわけですよ。それをバイノーラルで録音してるんで、本当に耳元に蚊が飛んでるような感覚になるんですよね。まあそれがちょっとね、もう気持ち悪いというか、耳を払いたくなるような感じがすると思うんですけど、それをちょっと乗り越えた後にしっかり曲始まるんで、まあちょっとそこは我慢して聞かないといけないのかななんて気はするんですけどもね。で続いて12曲目が Thank you for the music でございます。まあこの曲はね、かなりカントリー調の一曲で、まあハーモニカがね特徴的な一曲でもありますけども、まあ個人的にはね、小山田さんがやってたフリッパーズギターのセカンドアルバムっぽいななんて気もしたんですけど、この Thank you for the music っていうタイトルもね、すごいシンプルでストレートだなっていうのを感心しちゃうんですけど、まあこの曲の中でこのアルバムのダイジェスト版みたいなのが入ってるんですよ。ここまでの曲のサビとか特徴的な部分がかなりダイジェストでわーって流れるっていう手法が取り入れられてて、まあ、この手法はねフリッパーズギターのサードアルバムで同じようなことやってるんですけど、まあ、そういう部分も含めてやっぱり小山田さんの中でフリッパーズギターのセルフオマージュなのかななんていうのも感じたりしましたね。で最後13曲目がファンタズマでございます。まあアルバムタイトルにもなってる曲名なんですけども、まあ、この曲はですね、ビーチボーイズのアワープレイヤーの影響めちゃくちゃ強く受けてて、強く受けててっていうかほぼそのまんまなんですよ。カバーと言ってもね過言ではないぐらいめちゃくちゃ一緒っていうか、音程違うだけやんみたいな感じもするんですけど、それぐらいねもうオリジナル曲として言っていいんかみたいな感じもするんですけど、まあフリッパーズギターの時代からですね、僕らはパクリをやってるってね全然公言しちゃってたバンドだったんで、まあフリッパーズギターとか小山田さん自身もですね、かなり海外のアーティストの影響っていうのをそのまんま出しちゃってるみたいな感じがするんですよね。まあ、そういうところもね、まあ、パクリと言われたら、まあ、パクリかもしんないですけど、いわゆるサンプリング的な手法ですよね。まあ、結構ヒップホップ的な手法をヒップホップが流行る前からやってしまってるっていうところで言うと、まあ、かなり時代を先取りしてるようなアーティストの方なんで、やっぱパクリだって批判するよりも、まあ、これはあのアーティストからサンプリングしたものなんだなっていうのが分かるとちょっとにんまりしちゃうっていうかね、より音楽的な知識があればあるほど、あ、これあそこからサンプリングしてるっていうのは発見がある、そんなねアーティストでありアルバムでありそういう曲らを作ってたりするので、このコーネリアスさんをね 120% 楽しむにはね、かなり音楽的な知識がいるなっていうのをね、今回このファンタズマを調べてね思いましたね。なのでこのファンタズマというアルバム、パッと聞いただけのめちゃくちゃバラエティに富んでて聞き応えのあるアルバムではあるんですけど、まあ、いろんなところからサンプリングして持ってきてるようなものがたくさんあるので、音楽的な知識をね身につけた後に聞くと、あ、これあそこからのサンプリングじゃんみたいな、そういう発見があるアルバムでもあると思うので、まあ、ぜひぜひね聞いたことなかったという方は聞いていただいて、何度も何度も聞くことができる、そう聞くたびに新しい発見がある素晴らしい大名盤だと思いますので、まずは聞いてみていただきたいなと思っております。はい、というわけでコーネリアスファンタズマ徹底解説と題しまして喋ってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、この90年代が生んだ日本のロックが誇る、ね、大名盤アルバムと言われておりますので、まあ、すいませんちょっと聞いたことありませんでしたという方はですね、ぜひこの機会にね聞いてみていただきたいと思います。まあ、正直過去に紹介したロングバケーションとかね、ソリッドステートサバイバーとか黒船とかですね、ちょっとまあ昔のアルバムなんでちょっとね抵抗あるというか、ちょっととっつきにくいと思った人もいるかもわかんないですけども、このコーネリアスさんのファンタズマはですね90年代のアルバムということで、かなりねその皆さんの耳にねかなりこうフィットしやすいというか、わりかし最近のアルバムではあるので、まあとっつきやすいかななんて思いますので、ぜひぜひね試しに一度聞いてみていただきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで以上、北谷アンカーフージェネレーションでした。ではまた。はい、というわけでアフタートークでございます。今日はですね、僕が最近ずっと見てたドラマトリリオンゲームが終わってしまったという話をねしたいと思います。なんかアフタートークで一回したような
気がするんですけど、このトリリオンゲームね、どういうドラマだったのかっていうと、まあその若者2人が、まあ億万長者が目指すような話なんですよ。まあすごく簡単に言うとね。で、どういう2人かっていうと、すごいね、わがままで、まあ嘘とかはったりでね、世の中を渡ってきたような男と、ハルっていうこと、もう1人がね、まあエンジニアで、ちょっとパソコンオタクの、まあガク。まあこの2人が、まあタッグを組んで、まあ、会社立ち上げて、お金をね、どんどん稼いでいくみたいな話なんです。けどこれがめちゃくちゃ面白くて、うん、やっぱりこう春を演じてた目黒蓮くんがね、すごいめちゃくちゃいいなというか、まあやっぱり鼻のある人だななんて思いましたし、まあ、ガク演じてたね方もすごいね、なんかこうオタクっぽいんだけど見せれないみたいな応援したくなるみたいなビジュアルだったんで、この2人のねドラマめちゃくちゃ面白かったんですよね。やっぱりお金を扱うドラマって過去にもあってですね、まあ、ライアーゲームとか僕の世代でね、まあすごい見てたんですけど、それとはまたちょっと違ったね、やっぱこうちゃんと経営していくというか会社を大きくしていくみたいな話、見ててすごく痛快で面白かったんですけど、終わっちゃったんですよね。まあ確かまだ原作はねやってたんですけれども、まあ、ドラマ終わっちゃったななんて思ってたんですけど、このトリリオンゲームね、なんとアニメ化するみたいで、やったーみたいなまた見れるぜみたいな感じなんで、またね、まあドラマとアニメちょっとまた変わってくると思うんでね、アニメもまためちゃくちゃ楽しみっすね。まあこの原作のね漫画なんですけど、その漫画の、まあ、原作を作ってるのが稲垣理一郎先生ということでね、まあ僕ら世代で言うとアイシールド21の原作をしてた方でね、最近で言うとドクターストーンとかも原作してたんですけど、その方の原作なんで、まあ面白いに決まってるよねっていう、まあ間違いなく面白いっていうね、もう分かったようで見てたんですけど、やっぱ面白かったっすね。うん、やっぱまだ見てないという人はね、確か U-NEXT とか、まあ、配信サービスでどっかで配信されてたと思うんで、ぜひちょっと見ていただきたいっすね。トリリオンゲーム、まあジャニーズの方が主演なんで、ちょっとねそういうのあんま見ないという方もいらっしゃるかもわかんないですけど、めちゃくちゃ面白いドラマだったんで、ぜひねアニメが始まる前にちょっと予習みたいな感じでね見ておくのもいいかななんて思います。ということで今回はトリリオンゲームの話でございました。ぜひ次の動画もね見ていただきたいと思います。以上、北谷カンフージェネレーションでした。ではまた。